こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日はですね、いよいよ始まる賃貸住宅修繕共済制度、本当に使える制度というテーマですね、お話ししていきたいと思います。この制度何かというとですね、修繕積立金が経費になる、そういった共済制度なんですよ。これがいよいよ始まるんですけれども、本当に、ね、大家さんにとって使える制度なんですか、これをですね、検証していきたいと思います。ではアジェンダになります。賃貸住宅修繕共済制度とは一体何なのか、から運営母体はどこになるのか、から加入のためのチェックリスト、要件ですね、これを検証していきたいなと思います。それから加入にあたって注意するべきことということでまとめていきたいなというふうに思っております。この制度ですね、期待値高いんですけども、本当に大家さんのためになっている制度なのか、ちょっと疑問だったりするんですね。なので加入にはですね、慎重に検討するべきなんじゃないかということがですね、この動画を見ていただければわかるんじゃないかなと思います。ではですね、この賃貸住宅修繕共済制度、これはですね、国内で初めてですね、国から認可を受けた賃貸住宅修繕工事に備えるための共済制度ですよと。つまり修繕積立金ですね、積立金がなかなか大家さんですね、積み立てられない。なぜかというと経費にならないからですね、経費にならないので積み立てられない。じゃあそういった共済制度を作ってですね、経費化していきましょうよというものでできたんですよ。ですからこの制度ですね、この修繕費を共済掛け金として全額損金算入が可能、経費計上できますよと。まだ実際工事やってないですよ、やってないんですけども、その積み立て金ですね、積立金としてこの掛け金払うことによって、それが経費になっていきますよというものになっていきます。でこれですね、分譲マンションの修繕積立金が経費になる要件、これを参考にするというふうに言っています。でこちらについては、前回の動画ですね、前回の動画でその要件を見ました。特にですね、長期修繕計画ですね、長期修繕計画が必要だというところが、ありましたので、おそらくですね、これが反映されているんじゃないかというふうに思います。そうするとですね、要件結構厳しくなるんじゃないかなというふうに、見ているんですけども、実際どうなのかということですね。でこちらのですね、運営母体なんですけれども、全国賃貸住宅修繕共済協同組合というのが運営していってますよということなんですね。でこれ新しく、立ち上げられる団体なんですよ。何かというと、全国賃貸管理ビジネス協会、それから、公益財団法人、日本賃貸住宅管理協会、それから公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会、連合会といいますね。この3団体によってですね、立ち上げられたというものです。ちょっと気になっているのはですね、全て業者団体ですね、業者団体が主導しているということがちょっと気がかりかなと。大家さんが、立ち上げたんじゃなくて、業者さんの団体ですねが立ち上げたということで、ちょっとですね、大家さんのためになっているのかっていうのがちょっと気になるかなというところになってきます。でこちらですね、共済管理についてのチェック項目というのが出ていましたので、こちらですね、その要件、これをですね、確認していこうかなというふうに思います。まず共済対象なんですけども、これは外壁屋根の木裏に限られますよと。ただ今現在ですね、今現在、2022年4月13日現在、今後拡大の予定になっていきますよということになっております。ただですね、大規模修繕の大部分ですね、大部分は外壁塗装とか屋上防水がほとんどなんじゃないかなと思いますので、これだけでもですね、今のところは問題ないんじゃないかなというところでですね、まずはここから運用していきますよということになります。それ以外ですね、配管とかあるんですけども、それは今後拡大していくのかなというふうには思っています。それからですね、加入にあたっては建物の長期修繕計画を策定し、長期修繕計画書、組合所定を提出しなさいよということですね。これがまさに分譲マンションのですね、修繕積立金を経費にできるという要件、これをですね、参考にしていると思いますね。長期修繕計画をやっぱり作らなければいけない、しかもそれが組合所定のものじゃないとダメですよ。それがですね、実際どんなものかってちょっとまだわからないんですけれども、なかなか大家さん自身がですね、作成するというのはちょっと難しいかもしれないなというふうには思っています。やっぱり業者さんにですね、お願いしてですね、長期修繕計画を作らないといけないのかなと思いますね。もちろんその依頼するとやっぱり費用がかかっちゃうというところになりますので、そこもちょっと心配かなというところになります。でそれからですね、計画にのっとった共済掛け金が設定されますよと。ただし修繕計画上の大規模修繕工事予定価格通りの
共済金を支払うのではありませんというふうにわざわざ書いてあります。ただ、ね、この共済掛け金っていう設定はですね、長期修繕計画、これにのっとったものですよということだということですね。まあ、長期修繕計画は形だけのものなのかなと思いますね。というのもですね、やっぱり将来の工事費っていうのは誰もわかんないですよね。どんどんこの工事費っていうのが値上がってくるっていう可能性が、考えるときに、もう将来ですね、10年後、20年後の修繕費って誰もわかりませんので、なかなかですね、この予定価格通りっていうことにはいかないのかなというふうに、まあ、注意書きが書いてあるのかなというふうには思います。それから、払い込み済み、共済掛け金の総額からシステム利用料等として事業費を控除しますよというふうに書いてあります。これも保険と同じ仕組みなのかなと思いますね。保険もですね、ちゃんとですね、払った保険料から事業費というのは差し引かれますので。ただ保険というのは、事業費いくんですけども、保険としてですね、この預かったお金をですね、運用していきますので、まあ、増えるわけですよ。じゃあこれどうなのっていうのが、ちょっとわからないのかなというふうに思います。で今度はですね、共済金の額ですね。共済金の額っていうのは、まあ、受け取る額ということですね。修繕開始日が属する共済年度の前年度末日までの払い込み共済掛け金から事業費を毎年控除された後の残りの金額が限度ですよというふうに言っています。つまり共済金ですね。受け取る共済金というのは払い込み掛け金総額から毎年の事業費を差し引いたものですよということですね。事業費引かれますよって言ってますから、まあ、それをですね、ちゃんと書いてますよということですね。まあ、ということであるんですよ。これ運用されないんじゃないかなと。保険であれば事業費引かれるんですけども、運用されて増える可能性があるんですけども、これは増えないんじゃないかなというふうに思うというところですね。でそれからですね、本共済は期中でですね、解約したり契約が満期を迎えても共済掛け金の返礼はありませんというふうに書いてあります。これはですね、分譲マンションのですね、修繕積立金が、返還されないと同じように、まあ、一回払ったやつはもう返しませんよって話ですね。なので、ちゃんとですね、ちゃんと妥協修繕、ね、すればいいんですけども、しなかったら、これ返ってこないというものだということになってきます。でそれからですね、対象となる建物に、すでにですね、劣化事象が発生している場合、あらかじめ修繕を行わなければ、本共済にご加入いただけませんというふうに書いてあります。つまり、すでになんかちょっと劣化してるんだったら、ちゃんと直してから入りなさいよって話なんですね。つまり加入するためにですね、多額な支出、多額なこう修繕をしなければいけないっていう可能性は出てきちゃいますよということですね。そうするとですね、もうその修繕をできないような資金繰りにもう追われちゃってるような大家さんは、ちょっとこの共済制度では救われないんじゃないかなというふうに思います。あくまでも将来のですね、将来の修繕に備えてっていう話なので、もうすでにですね、もう修繕必要な人は、ね入れませんよと、ことになってきます。それからですね、共済期間の初日から毎年ですね、建物検査を受ける必要がありますよというふうになっています。建物検査をお願いしなきゃいけないっていうことなんじゃないかなと思いますね。でそうすると、その費用ですね、建物検査の費用が毎年毎年かかるんじゃないのというふうに思うわけですよ。でそれからですね、定期検査においてですね、共済の対象に劣化事象が発生し、一定の要件を満たす修繕工事を行った場合、未経過共済掛け金を限度に共済金をお支払いしますよというふうに書いてあります。この米印ですね、未経過共済掛け金って何かというと、修繕開始日が属するですね、共済年の前年度末日までに契約者が支払った共済掛け金の総額から事業費、それから支払い済みの修繕共済金等を差し引いた残りの額ですよということですね。これは、共済金の、払う限度というものをもう一回ですね、これ、書いてるのかなと思いますね。この払い込む全額からですね、全額から、事業費を差し引きますよと。それから、もうすでに払ったやつは差し引いた残りを払いますよということですね。で工事に使わずにですね、残ってしまった共済金っていうのは結局戻ってくるのかって言ったらですね、さっきのですね、工事に使えなかったやつは戻さないと、いうふうに書いてあったので、これは戻ってこないんじゃないかなというふうには思います。さらにですね、さらに、修繕を実施する業者は、代理店が指定する業者となりますよというふうに書いてあるんですよ。あれってどういう感じですかね。つまり業者は、大家さん自身が選べないんですよということなんですね。選べない。
つまり、まあ、通常であればですね、通常であれば、ね、いろんな業者からですね、あいみつ取ってですね、あいみつを取って、ね、安いところにお願いするっていうふうにできるっていう可能性はあるんですけども、これできないんですよね。大体が指定する業者っていうふうになっちゃいますので、ちょっとこう修繕費が高くなっちゃうんじゃないのというふうに思うわけですよ。でさらにですね、この共済金というのは、修繕を実施した業者に直接支払われるというふうに書いてあります。そうすると、掛け金も目いっぱい工事費に当てられてしまうんじゃないのというふうに思うわけですよ。まあ、通常であればですね、通常であれば、もうちょっとこう安くしてよという形で工事費をですね、抑える努力っていうのをしてもらえる可能性があるんですけども、これしてもらえなくなっちゃうんじゃないのというふうに思うわけですよね。だって、代理店が指定する業者、ね、大家さん自身が選べないし、ね、あいみつも取れないし、業者さんに直接払われるということになるので、もう目いっぱいですね、この共済金を使われてしまうという可能性は出てくるんじゃないかというふうに思うわけですね。ということでですね、加入にあたって注意したいことということでですね、お話ししたいと思います。やっぱりちょっと気になるのは、指定業者がどこになるのか、きちんと代理店にですね、確認する必要があるんじゃないかなと思います。ある程度ですね、その選択肢があるのか、もうこの一社だけしかないのかっていうところですね。まあ、ここはですね、やっぱ確認をする必要があるのかなと思いますね。それから、長期修繕計画を実施する工事業者とですね、正確に作らないと、無駄に多く掛け金がかかることになってしまう可能性があるわけですね。なぜかというと、この長期修繕計画をもとに掛け金が決まり、しかもこの掛け金ですね、払ったやつはですね、もう返ってこない。しかも修繕に当てるしかない。その修繕ですね、残ったとしても戻ってこない可能性がありますので。なので、かなりですね、この綿密にですね、作らないといけないんじゃないか。余った掛け金を戻らないということをですね、前提に計画していかないといけないんじゃないかなと思いますね。それから、毎年ですね、定期検査、建物の定期検査、これがかかりますので、この費用を払う余裕があるのかどうかですね。ここをやっぱり確認していかないとですね、いけないんじゃないかなと思います。まあ、最後のまとめですね。修繕積立金が経費化になる、まあ、いい制度ではあるんだけれども、ちょっと要件がですね、厳しい面もあるんじゃないかなと思いますね。まあ、本当に大家にとって得意なのか、加入には慎重にですね、検討するべきなんじゃないかなというふうには思っております。むしろですね、修繕工事の囲い込みということでですね、囲い込みで利用される可能性もありますので、まあ、全員が全員そうだとも思いませんけれども、うまく囲い込まれるっていうですね、制度にも利用されちゃうかと思いますので、まあ、信頼できるですね、代理店から加入するべきっていうふうには、考えますので、ぜひですね、加入される方、参考にしていただければと思います。では、今日の内容は以上となります。ありがとうございました。